明治大学学生ホーエス芸人口でございます。明治大学学生の方はあちら学生券売り場にてチケットを買い上げの上こちら入り口よりお入りください。応援は相手校と短期で挨拶を交わすエール交換から始まる、はい、短期の大きさは畳12畳、その重さは約60キロと言われている。交換、明治大学交換です。明治大学交換、交換です。お互いの団長が校歌を歌い合って試合が開始される。応援団が初めて結成されたのは明治36年のことであるが、戦後復活した早慶戦を境に応援団が次々と組織され、神宮球場は連日超満員となった。しかし学生運動が吹き荒れた1960年から70年にかけて、応援団は学生と対立し、神宮球場の観客動員は大きく減少した。そして現在は神宮の観客動員も増え、女子大生から花束が届き、就職率もいいという集団に変貌しつつある。しかしその一方で応援団の人数は減少の一途をたどっている。今までお前苦労してよ、合宿乗り越えてよ、一年のよ行事が全て終わる時にお前辞めたらどうなんだよ。そしたらお前一生お前俺とお前とあれなんだよ、友達関係っていうのがなくなるんだよ。苦しんできたやつとさ遊んできたやつ、ね、遊んできたやつとさ比べられるとさ、やっぱり4年間やってきたんだっていうのさ違うよ。言っとけ。まあでも一番辞めたいって思った時は入った初日なんですよ。入った時の初日がもう本当に一番辞めたいと思ったあれ時なんですよ。本当に辞めたい気持ちって言ったら今よりも本当入った時のが一番強かったんですよ。どういうこと、それは憧れて入ったわけでしょ、応援団に。一応憧れっていうのもあるんですけど、面白そうだっていう気持ちがありまして、どっちかってそっちの方が強いんですけど。面白いってのはどういうイメージだったわけ、応援団はどういう面白いイメージがあったわけ。いや、あの花の上だって漫画ありますでしょ、なんかバカそうで面白そうだなと思いまして、それで就職もちょっといいんじゃねえかっていうようなことも考えたりなんかして。でもさ、それ考える前にさ、お前の兄貴立教の吉祥だったんだろ、それからお前明治応援団がどういうものか聞いたんじゃねえのかな。聞いたら入るわけねえよお前。誰だってそう思うぜ。俺だって今はっきり言ってよ、練習とかやっててよ、今なんで俺やってんのかって思うぜ、こんなことやってんのかって。やっぱりよ、高橋とかよ、古谷とかよ、裏切れねえと思うさ。同輩裏切ったら同輩がどう思うかお前考えたことあんのかよ。あなたの姿を見つけられずに
次の先だ。先生、小さなディスクを送ります。4万ページの記録容量を持ったちょっと素敵なお皿です。先生の作った3500曲、その楽譜を全部入れてもまだまだ、もっともっと作っていただかないと困るんです。たくさん便利に記録するインターフェイス、人の夢をもっと膨らませたい、日立の技術です。色を送るインターフェイス、ハロー、人の心を美しく伝えたい、日立の技術です。中さん自身はこう辞めたいとか思ったことないですか？いや、それは1年の時は誰でもあるんじゃないですかね。もう1年の入ってすぐの頃は毎日辞めたいと思ってます。うん、それでこう いろんな役柄があります、役職が、はい、団長は団長を演じていくっていうかね、あーでリーダー長はリーダー長を演じて自己演出していくって、はい、そう、自己演出とかはないですか、リーダー長として？いや、そういうのは意識してっていうか、もう全くないですね。でも、なんていうんですか、ここでやっぱりニコニコしてお前らダメじゃないかなんて言ってたんじゃ、やっぱりまあ3年生以下の下級生もパッと閉まるようなところがないんで、やっぱりそういう時は、うん、しっかりしなきゃいけない時はまあ渋い顔してっていうのはありましたけどね。まあ意識して渋い顔してたわけじゃないですけど。じゃあこうなんていうかな、あの殴んなくていい時でもやっぱり殴んなきゃいけないと。いや、そういうことは多いです。多かったです。はい、結構あります。そういうこと。そんなのこうジレンマに陥っていきません？まあ決して殴ることはよくいいことじゃないと思いますけど、殴らないでできれば一番いいんですから。そう思いつつもやってるわけだ。まあそうですね。他の運動部に比べて、はい、非常に不合理な部分いっぱい持ってますよね。はい、見て、はい、非常にハードですよね。はい、他のクラブに比べて、はい、なんていうかな、こう非論理的な部分なんかいっぱいあるんですよね。やっぱりずっとやり続けたのは何ですかね。そうですね、まあそういう不合理なことをやり通したから自分がやり遂げる人間だとかいうふうに直接的に思うわけじゃないですけど、そういういろいろなことや厳しい練習やそういうことから、なんか、あ、自分はこんなこともできるんだ、こんなこともできるんだとかいう発見みたいなのとか、普通なら例えば 100m で倒れちゃうような人でも応援団じゃ絶対みんなと同じぐらい何十キロも走らされるわけですよね。で、そういうことができるっていうのが、まあ、なんていうのかな、可能性を確かめやすい。まあ、そうかな、うん、そういう自分の存在感とか可能性をね、確かめやすいんでしょうね、うん、今そういう学生の場所っていうのが少ないから。優勝決定戦の日がやってきた。明大野球部は連戦連勝を続け、今日の試合に勝てば優勝が決まるのである。ボールだ。もう言うことはもう大体分かってると思うけどね、まあ、今日はあいにく天気もはっきりしないけども、試合の方は今日はっきりと明治の優勝を決めよう。はい、頑張るぞ。はい、ボールだ。Let's go!
団にとって秋季リーグ戦の優勝は最高の栄誉とされている。そして4年生幹部にとって学生服姿で応援できるのは今日が最後であり、事実上の引退、男の花道を迎える日でもある。就職の季節を迎え、4年生はそれぞれ自分の道を歩み始めた。